コースなもので、初めてなんでちょっとわからないわけですね。ああなるほど、はい、それで77周というあの暫定の距離を出したんですけれど、そうすると約300キロになるわけですよね。そうです。あの一応 FIA の規定でグランプリは300キロ近辺走るというのが、はい、あの一応の規定になっておりますので、はい、あのモナコを除いてはほとんどのサーキットがあのその距離を走っているわけですね。で実際ここの難しさというか他のコンディションだとか、環境だとかなんかを考えまして、はい、最終的に67周で、レースをやることに決めたわけです。ところがこの道が何か増瀬さん、コンクリートというよりアスファルトで、大体もう100度を超えるといいますから40度近い熱気の中で行われたわけでね。そうですね、あの太陽が非常に、まあ、アメリカ南部テキサスですから、はい、太陽から受ける温度でですね、気温が大体カッシル100度ですか、はい、40度近くて、でこのアスファルトの面がですね60度ぐらいになんかなるんだそうです。結局、まあ、そんなに暑いサーキットがないもんで、はい、まあ、タイヤ屋さんは非常に困ったわけですね。なるほどね。アメリカのベースにしたグディアはですね、はい、まあ、比較的こういうノウハウを持ってるわけで、そういうところでアメリカではレースしてますから、ところがフランスにベースを持つミシェランはちょっとやはりハンディキャップがあったようですね。ヨーロッパはこんな暑いことはないですもんね。絶対ないわけですよ。テキサスのダラスと言いますと、あの2年ぐらい前ですか、猛暑のためにだいぶ多くの方が亡くなったという ね、はい、もう非常に暑いところでした。とにかく暑いですよ。すごいですね。本当に、夕方7時頃、8時頃表でムーンとして、あの瞬間的に倒れるような感じがしますよ。あ、そうですか、はい、そんなもんですね。ですね、これはね、今日本はもう相当暑いんですけれども、もうちょっと比較にならないような。そうですね、はい。